今日新発田市で越後新発田門前町プロジェクトが幕開けしました。このプロジェクトは諏訪神社や清水園など新発田市の歴史や文化が息づくエリアを新たな観光拠点として整備するものです。そのきっかけとなったのが諏訪神社の隣、こちらに大倉喜八郎の別邸がやってきました。110年前に東京に建てられていたもので、昔ながらの風情を感じることができます。新発田市出身の実業家大倉喜八郎の別邸増春閣です。木造2階建てで和洋折衷の豪華な内装が特徴です。迎賓館として1912年に東京の向島に建てられ、政財界の要人などが訪れました。大倉喜八郎は明治大正時代の実業家で、帝国ホテルや札幌ビールなど数々の企業を創設した人物です。増春閣は一度解体されていますが、大倉文化財団から新発田市に寄贈されることが決まり、現在移築工事が進められています。新発田の持っているその風情みたいなものを新しい形で表現をして、いい街を作っていきたいなと思ってますね。今日はプロジェクトの一環で老舗の大門酒造に体験型酒蔵リゾートの五階菱がプレオープンしました。地元の名物を取り揃えた物産展や日本酒の仕込み蔵だった建物でプロジェクションマッピングなどが楽しめます。増春閣は来年の春頃に完成し一般公開される予定で、新たなにぎわいの拠点として期待されています。